はじめ建設プレゼンツ、おうちの話、第14話、カーポートの話。私の名前は籠宮ゆりか。この春、住宅メーカーに就職した社会人1年生。とある郊外の営業所に配属された。このところ、さらにテレワークが増え、家にいることが多くなった。私は今実家暮らし。千葉県船橋市は住みやすい場所だ。お隣の本庄さんのご主人は大の車好き。週に2回は車を磨いている。カーポートも自分で建てた。私がリモート会議をしている午後、隣からかすかに鼻歌が聞こえる。ああ、本庄さん車洗ってるなって思う。水がジャージャー言う音。本当に車が好きなんだな。私は本当に好きなものを大切にしている人はいいなって思う。本庄さんが愛車を見つめる眼差し、めっちゃ優しいから。会議が早く終わったので庭に出た。本庄さんはホイールをブラシで綺麗にしていた。どうもと私が言うと、あ、どうもと笑顔。なんだか車が喜んでるみたいですよ。かゆいところを描いてもらってるみたい。そう言うとさらに笑顔になって、ゆりかちゃん分かってるね。そうなんだよ、私にとってはね、車も家族の一員でね。この家に住むまでは車を遠くの駐車場に置いててね、寂しかったな。今は毎日そばに置いておくことができる。もうそれだけで一戸建てを買った意味があるんだよね、と話した。カーポートを作った時ね、こう初めてバックで車を入れると、いきなりね、ワイパーが動いたんだよ。何も触れてないのに。信じられる？動いたんだよ。女房も娘も全然信じてくれないけど。本庄さんは恥ずかしそうに目を伏せた。なんとなく根拠はないけれど信じられる気がした。そういうこともある。本庄さんは車で通勤しているので、毎日毎日車と話をしている。苦楽を共にしている同志、戦友。車を洗い終えた本庄さんがカーポートに車を入れた。ワイパーが気持ちよさそうにキュッと動いた。ちょうどいい家ってなんだろう。家族で話せる距離がちょうどいい。無駄のない広さがちょうどいい。帰りの道のりが思い出作りにちょうどいい。そして今の自分に無理しない予算がちょうどいい。いろんなちょうどいいがたくさん集まるとすごくいいになるのかもしれない。性能、サイズ、価格、たくさんのちょうどいいを家族のちょうどいいに。それがはじめ建設の家です。この番組ははじめ建設がお送りしました。はじめ建設プレゼンツ、おうちの話。出演、高橋ひかる。来週もお楽しみに。代わって東京 FM トラフィックレポート、情報センター前田さんです。はい、大雨のため通行止めになっているのは東名高速道路の下りが大井松田インターと清水インターの間、上りは沼津インターと大井松田インターの間、新東名高速道路の新御殿場インターと新静岡インターの間、立山道の姉崎袖ヶ浦インターと富津竹岡インターの間、県号道の茂原町南インターとアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターの間が通行止めです。道路交通情報センターでした。電車情報です。大雨のため運転を見合わせていた京急本線は神奈川新町と金沢文庫の間で運転を再開しています。金沢文庫と浦賀の間、京急逗子線、久里浜線は現在も運転を見合わせています。東京 FM トラフィックレポート、次は6時57分頃です。エアコン大商談会開催中。三井住友銀行カードローン、ご利用条件をご確認の上、計画的にご利用ください。6時です。